はい、こんにちは。線形代数の授業を始めていきたいと思います。前回までで、写像のお話をね、一通り話しましたよね。で、今回から、前回に関してはかなり一般論のお話をしてきたんですけど、ここからは線形代数の話に、また戻ってきます。はい。それで、今回扱うのは、写像の中で線形であるもの。です。はい。写像の一種なんですけど、その中で線形であるものっていうのをちょっと扱ってみたいというふうに思います。で、ちょっとまず考えてみてほしいのが、おそらく皆さんが一番最初に習ったのは、関数ね。関数は比例関係式じゃない？比例関係式、y イコール ax ってやつだよね。はい。で、こいつでちょっと考えようと。はい。で、これ、当然さ、絵に描けるじゃん。グラフに描けるでしょ。こんな感じでね。で、傾きが A だよね。うん。で、これ、こんなグラフ、当然、こんな感じで書けるんですけど、見た感じ、これ、まっすぐですね。まっすぐですね。線の形してますね。線の形してるんで、こういうのを、もちろん比例関係っていうこともあるし、一次関数っていうこともあるし、線形関数というふうに、いうことがあります。はい。線の形だからです。はい。それだけです。はい。まっすぐ。まっすぐなグラフであると。で、線形関数というふうに言います。で、こういう線形関数。皆さんね、よく知ってるやつだよね。で、この関数ってどういう性質を満たすのかっていうのをちょっと考えますね。何を満たすのかなって、急に言われてもわかんないと思うんだけど、例えばさ、こういうのを考えてみますよね。その F の X の中に X1 たす X2 っていうのを入れてみる。これつまり、今 F としてはこれを考えてるからね。関数はこれを考えてるんで、A の X のとこに X1 たす X2 を入れなさいってことだね。これは当然そうですね。で、これはもちろん、X1 たす X2 で、言い換えれば、これ AX1 っていうのは F に X1 を入れたものですね。AX1 をね。で、AX2 は F のここに X2 を入れたもので書き直すことができるわけですね。OK。だから、この関数の持つ、重要であることが、わかるんですけど、重要な性質の一つとして、足したものを入れたら結果も足されたものになる。OK? 足したものを入れると結果も足されたものになる。それぞれ F をまとめ、足してから送ったものと、F でね、足してから送ったものと、送ってから足したものが同じであるということだね。だから、書いとくか。足してから、送るっていうのは F で、F で、対応させるっていうね。足してから送ったもの、イコール、送ってから、
が等しいよと。まあ、こういう性質があるじゃん。ね。これ1個目。うん。で、まあ、もちろん、こう、式として理解するのも大事なんだけど、この式が、まあ、どういう意味なのかっていうのをちゃんとね、まあ、こういうことでね、こういうことを意味してるんだなっていうのを、理解すると、まあ、理解が、しやすいと思うんでね。はい。で、まあ、もう一つ性質として、f の、まあ、kx。なんか、x の k 倍をしてみると。k 倍したのを f に入れてみる。そうするとどうなるかっていうと、f の、ごめんなさい、fx はこれだから、その x のとこに kx を入れればいいんで、こうだね。だから、これは、まあ、k、まあ、もちろん k 倍の ax で、ax ってのは fx って書いていいから、こうじゃん。ね。ax は fx って書いていいんだよね。うん。これ、最初と最後を見ると、kx を送ると、k 倍の fx になると。いうふうに言ってるわけね。だから、これ、まあ、こんなふうに、まあ、日本語に翻訳してあげると、スカラー倍してから送ったもの。まあ、k 倍でいいか。k 倍してから、送ったもの。まあ、ものっていう数だね、今。まあ、いいや。送ったものが、送ってから、競売。はい。っていう等式が成り立っているよね。いいですか？うん。なので、その、まあ、僕らがよく知っているこの比例関係っていうのは、まあ、こういう性質を満たす関数であると。ね。いい。足してから送ったものが送ってから足したものと等しくて、k 倍してから送ったものが送ってから k 倍したものに等しいと。うん。まあ、これを満たすわけですね。これを満たすと。はい。で、まあもちろん、これはまあ当たり前じゃん。当たり前なんですけど、今から考えたいのは、まあこの比例、比例を表す、写像をですね。写像を、ベクトルへ、ベクトルに一般化したい。この、この写像のベクトル。ベクトルへの一般化。考え。はい。今は単に数を送ったでしょ。数から数。うん。実数から実数への写像だったわけだけど、今度は、まあ、ベクトルからベクトルへの写像っていうものを考えて、で、そいつに、まあ、比例っていう概念。うん、まあ、正確に言うと、まあ、線形写像という概念っていうのを、導入したいということです。はい。ということで、定義します。はい。線形写像。
形写像を定義します。で、写像 RN から、まあ、RM を考えましょうと。うん。ね。まあいいよね。この記法いいよね。もうね。前回散々やったよね。この F っていうのは RN。これは、何回も言ってるけど、この数が、実数が N 個並んだ、ベクトルの集合ね。こっちは M 個です。こういうベクトルが全部入ってる。このベクトルの集合が RN。このベクトルの集合が RM と。うん。だから、この F っていうのは N ベクトル。N 字のベクトルを M 字のベクトルに何か対応させるものです。はい。そういう写像ですね。うん。で、これが線形写像である。これが線形写像であるとは、任意の任意のって言うんだよね。はい。まあその RN、この集合ね、ベクトルがいっぱい入ってる、N 字のベクトルが全部入ってる集合から、任意に A と B を持ってこようと。勝手に持ってこようと。それと、まあ任意に K っていう数を、スカラーを実数から持ってこようと。これに対して、これに対して、この二つの性質が成り立つことであると。F の、F の A たす B っていうのが、FA。こう。足したのを送ったら、送ったものを足したのと等しくなる。それは1個目。で、F の K 倍の A が K 倍の FA と。スカラー倍したのを送った結果と、送ってからスカラー倍した結果が等しいです。うん。で、この2つが、することであると、うん。いい？今、これ定義ね。この定義だよね。で、今、これ述べてるのは、このなんか写像がありましたと。ベクトルからベクトルへのなんか写像がありました。で、そいつが、まあ、線形写像であると、うん、いうのはどういうことかっていうと、これを満たすことであるということね。で、何を満たしてたら線形写像と言っていいかっていうと、これでさっき言ったよね。足したものを送ったものが、送ってから足したものと等しい。で、うん、スカラー倍したものが、スカラー倍したものを送ったものが、送ってからスカラー倍したものと等しいと。うん、でこれが成り立つときにそれを線形写像というふうに言うわけです。で、まあ、もう皆さん気づいてると思うんですけど、これっていうのはさっきのさ、単純に比例関係のさ、一般化じゃん、ね。いわゆる比例関係の式、一次関数、うん、線形関数ね。線形関数が、まあ、満たしていた性質を、まあ、こっちに一般化したのね。で、線形関数はこれを満たしてたんだけど、逆にこれを満たすものを線形関数、線形写像というふうに言うことにするわけです。
いいかな。まあこれ定義ね。で、まあ、この段階ではさ、この段階ではなんか結構広い概念な気がするでしょ。しないかな。線形、まず、まあ、この段階で、どんな写像でもいいのね。どんな写像でもいいんだけど、その中で、まあ、ちょっとこういう制限があるもの。こういう制限があるんだけど、何でもいいのよ。考えてもいい。写像であれば。こういう制限があるんだけれども、写像であれば何を考えてもいいんですね、これね。っていうことは、かなりこう、自由度が高い定義に見えるんですけど、この後ね、ちょっと議論を進めていくと、この線形写像っていうのは、実は、まあ、行列で表現できるってことがわかります。はい。まあ、それはちょっと後々の話なんですけど、まあ、その前にちょっと例をいくつかやりますけど、当然ですが、F の R から R で、FX が X。さっきやったやつね。うん、これは線形写像ですね。それはそうですね。まあ、さっきやって、これを満たしてたもんね。だから、これは線形写像なんですね。うん。で、まあ、これは当たり前の例なんですけど、じゃあ、二つ目。まあ、二次元ベクトルから、二次元ベクトル。絵の写像を考えましょうか。ね、で、これがまあ、前回も言ったけど、送り元と送り先の集合。あとは変換規則ね。F の、で、これは線形写像。まあちょっと説明が必要ですけど、ちょっと今から話します。まずこの書き方意味わかりますかね ?F っていうのは、F っていうのは、ベクトルを、二次元ベクトルを二次元ベクトルに送るものでしょ。なんか送るものなんだよね。だから、この F の括弧の中にはベクトルをスポッと入れないといけないんですよね。うん。だからこれ括弧二重になってるからね。いい?こう F はこうやって待ち構えてるわけです。ここに何か来ないかなと。待ち構えてて、そこにベクトルをスポッと入れるんだから、こうやってベクトルを書いてあげないといけない。スポッと入れるのはベクトルっていう塊を入れないといけない。まあ省略して書くこともあるけど、これね。でもまあ、あんまいい書き方ではないと、まあ思います。はい。うん、だからベクトルをスポッと入れて、スポッと入れた結果、この F っていう関数は、写像はガチャガチャガチャと、こいつをいじくって、こういう結果にするわけです。うん、いいかな?うん。ここには弦を入れるからね。R2 の弦をここに書くから、弦っていうのはこういうベクトルが入ってるわけでしょ。うん。だからまあ、ちゃんと二重で書いた方がまあ、親切な書き方だよね。うん。で、今は、どういう写像かっていうと、入れたものの、1成分と2成分。をひっくり返しなさいっていう写像です。はい。
まあ、写像ではあるよね、これね。うん。写像ではあるわけです。で、R2 のベクトルと、R2 のベクトルと R2 のベクトルを対応させるような、まあ、規則だよね。で、これが、まあ、線形写像であると言ってるんだけど、まあ、本当かなと。証明しましょうと。で、線形写像かどうかっていうのをチェックするためには、何回も言ってますけど、まず定義に変えないとダメですね。定義をチェックす、定義が成立、定義に書いてある、この線形写像であるという条件を満たすかどうかっていうことをチェックしないといけない。だから、まずじゃあ、2つベクトル必要だからさ、2つね。A と B ってやつ。まあじゃあ、X でいいか。今 X で書こうか。X を X1、X2 って書くことにして、Y っていうベクトルを Y1、Y2 って書くことにするでしょ。で、こうしてあげると、過去一番。過去一番って、これ、これ。これ満たすかどうかチェックします。だから、F の X 足す Y っていうのを見てみる。で、F の X 足す Y っていうのは、つまり F の X 足す Y だから、X1 足す X2。ちょっと、もうちょっと。X1 足す Y って Y1。X2 足す Y2 と。こうだね。これとこれ足しただけね。で、今この変換規則は、X と、1成分と2成分をひっくり返しなさいってことだから、X2 足す Y2、X1 足す Y1 でしょ。で、これは、X2X1 足す Y2Y1 って書けるね。で、これっていうのは、X を、ここは X を F で送ったものになってるでしょ。これをひっくり返してるだけだから、X を F で送ったものになってて、これは Y を F で送ったものになってる。こっちね。なので、今分かったのは、足したものを送ったら、送ってから足したものに等しかった。これ OK。だから、括弧1番 OK だね。括弧1、これね。線形写像である、この四角の、四角を得るための括弧1番っていうのはクリアした。で、次、括弧2番をチェックすると。で、括弧2番。で、まあ、K。K を、まあ、実数とすると。まあ、これをチェックすればいいから、F の、まあ、K 倍の X にしよう。これね。K をかけたものを送ってみる。で、これは、F の X に K 倍するので、KX1、KX2 と。こうだね。で、F っていうのはどういう規則だったかっていうと、これとこれをひっくり返しなさいっていう規則だから、これは、KX2、KX1。こうだね。つまりこれは、K 倍の X、X1。で、X2、X1 っていうのは、こう書いてもいいよね。X を F で送ったものだよね。なので、
競売したもの。競売したものを送ったら、送ってから競売された。うん、ということで、2番も成立したね。これ OK。2番も OK。ということで、証明が終わる。線形写像であると。だから この今、こういうふうにさ、1と2っていうひっくり返す、くるっとひっくり返すような、まあ、へんてこな写像だけど、へんてこな写像だけど、これも、まあ、線形写像なんだね。うん、線形写像であると。いうことが言えたわけ。うん。で、1と2が満たされればもう線形写像なんで。うん。いくら変な写像であったとしても、カッコ1とカッコ2さえ満たせばもうそれは線形写像です。はい。なので、まあこれをチェックすればいいです。で、後々わかるけど、そんなへんてこな写像はない。ないってことがわかります。まあ行列をかけることで表現だ。できるものしか線形写像にはならないです。OK かな。うん。まあこんな感じで証明していけばいいです。で、例3ぐらい。もう1個ぐらいやっておこうか。で、今、こことここの、数が一緒だったけど、ね。二次元から二次元だけど、別に、ここの次元変わってもいいからね。こういうの考えましょう、じゃあ。R2 から R3。二次元のベクトルから三次元へのベクトルへの写像を考えようと。で、対応規則としては、F の X1、X2 を送ると、まあ、こんな感じになったとしようか。X1 たす X2。で、2倍の X1。で、X1 引く3倍の X2 と。まあ複雑だけど、何にせよ、これはこういうベクトルを入れると、3次元ベクトルになる。1、2、3。そういう対応規則を与えているよね。だからまあ写像の一種ですよね。で、写像で、もちろん写像なんだけど、これはさらに線形写像。で、今からチェックしますけど、何度も言うように、定義をちゃんとチェックしようと。だから、1番、2番を満たすかどうか。こうしようか。X、Y。で、まあ、後でどうせスカラー使うから。スカラーも定義しとこう。うん。X と Y と、まあ、スカラーっていうのを導入しとく。うん。で、過去1番。F の X たす Y。これはどうなりますかっていうことをチェックするわけね。うん、で、これは F の X1 たす Y1、X2 たす Y2。こうね。うん。これを送るとどうなるか。で、それは変換規則を見ればいいね。対応規則を見ればいい。だから、この X1 の代わりに X1 たす Y1 を入れればいいね。
だから、ここが今、ここね。X。だから、こうか。これが1成分。で、2倍の、こうと。で、こうだね。うん。はい。いいかな。今、変換規則はこう与えられてるから、1成分をここに X1 のところにバババババと入れて、2成分を X2 のところにバババって入れるだけだから、1成分、まあその規則に従って書いた。で、まあちょっと見にくいんで、X が絡む部分と Y が絡む部分にちょっと分解します。つまり、こう書こう。X1 たす X2。で、ここは2倍の X1。で、X1 マイナス3倍の X2 と。これね。これが X1 が絡む部分。X1 が絡む。で、Y1 が絡む部分だけ書くと、Y1、あ、Y だけが絡む部分ね。X が絡む部分と Y が絡む部分。はい。で、2倍の Y1。で、Y1。マイナス3倍の Y2 と。これだね。いいかな？うん。X が絡む部分をこっちに変えて、Y を絡む部分をこっちに変えた。で、戻るでしょ？出したらね。うん。で、これはまさに、この対応規則見たら、F の X。ここは F の X。で、ここは F の Y だと。はい。ということで、括弧1番満たしてるね。いいかな。次、括弧2番チェックします。F のスカラー倍の X というのは F の KX1、KX2、まあこれを送りなさいってことなんで、X1 の代わりに KX1、X2 の代わりに KX2 を使う。それで書いてあげると KX1 足す KX2、2倍のkx1 で kx1 マイナス3倍の kx2 と、なのでこれは k 倍の x1 たす x22 倍の x1で、X1 引く3倍の X2 と。うん。で、これ見たらわかるけど、ここの部分はまさに FX であると。ですね。はい。ということで、K 倍を送ったら、送ったものの K、あの、X だけ送ったものの K 倍であると。なお、これ OK ね。で、晴れて1と2っていうのが満たされることが分かったので、これで、さっきここら辺に書いた、あの、例3の写像っていうのは、まあ、線形写像と言っていいよと。線形写像の一種であるというふうに言えるわけです。はい。はい。で、あの、最後の例として、まあ、ある意味で最も重要なんですけど、まあ、行列をかけるっていう操作も線形写像です。だから、まあ、A を
m×n 行列としましょう。A を M かけ N 行列として、写像を N 次元ベクトルから M 次元ベクトルへの写像とします。で、その対応規則は、こうですね。あ、ごめん、かっこいいじゃない。これは線形写像。で、これ何意味してるかっていうと、今、まあ、ここにいる x ってさ、ここにいる x は、まあ、この送り元だから、n 次元ベクトルだよね。n 次元ベクトルです。n 成分あるベクトル。で、n 成分あるから、そいつに行列、m かけ n 行列かけると、1、2って、パペパパ、パパパッとあって、こうあって、n 個あると。で、これ m、行列 a は、m 行、N 列だから。こういう大きさだよね。うん、で、これ N。で、これで、ペケッペケってやって、ペケッペケってやっていくと、ペケッペケってやっていくと、この結果は、M 成分のベクトルになるよね。うん。だから、この行列っていう、かけるっていう操作は、ね、m かけ n 行列をかけるっていう操作は、n 次元のベクトルを m 次元、n 次元をのベクトルを m 次元に対応させる規則を与えるわけです。OK かな？うん。で、対応させる規則を与えるので、これっていうのは写像の一種なんですけど、写像の一種なんですけど、でその中で特に線形写像でもあると。いうことね。うん。で、チェックしましょう。うん。で、これはもう証明ほとんど当たり前で、まあ、行列の演算の性質をすでにもう僕ら知ってるので、証明していきますね。うん。で、まあ、もう一時書かないですけど、X とか Y っていうのは RN の成分、弦ね。はい。うん。で、これは x たす y っていうのをこの規則で送りなさいっていうことだから、でこの規則ってのは行列をかけなさいっていう規則でしょ。だから行列かけて、こうしなさいってことだよね。うん。ここからね。で、行列は分配していいと。いうのを僕ら知っているので、これは A 倍の X たす A 倍の Y と、うん。だから、これ A 倍の X と A 倍の Y だから、これは F の X と F の Y。まあ、その Y になっているよね。Y になっているよね。だから OK。はい。カッコ1 OK。で、カッコ2。F の K 倍の X。うん、で、これは A の KX っていうベクトルに行列 A をかけなさい。うん。で、このスカラーは外に出していいって僕ら知っているので、こうします。ってことは、これは、k 倍の fx と。うん。ということで、OK。で、証明をし、終わり。
まあ、括弧1と括弧2が満たされたので、こういう写像は線形写像と言っていいよという、まあ、資格が得られた。いいかな。なので、まあ、ここで得られた知見はね、行列をベクトルにかけるという操作は線形写像であると。はい、ということが今チェックできたわけです。はい、いいで、行列は線形写像行列は線形写像を与える。はい。です。はい。で、まあこれはまあそうなんですけど、じゃあ逆はどうなのかなと。つまり、線形写像ってさ、今例1、2、3とかいろいろやったけど、まあなんかあらゆる可能性がまあ考えられそうなんだよね。うん、考えられそうなんだけど、あらゆる線形写像は、実は行列で表現できるんじゃないか。っていう気も少ししてくるわけです。うん。だから今から考えたいのは、っていうかまあ示すことは、逆に、行列は線形写像なんだけど、逆に線形写像も行列であるということを言いたい。逆に、すべての線形写像行列であると。行列で表現できる。まあ、それをちょっと今からちょっとお話ししていきます。いいかな。行列は線形写像。で、逆に線形写像も行列で書ける。うん。っていうことを今からチェックしたなので、まあちょっと一般の線形写像を考えてみましょうか。ね、RN から RM への線形写像を考えようと。で、まあ、Rn の弦を送るので、x っていうベクトルを用意して、この x っていうベクトルを、x1、x2、xn って書きます。うん。で、これって言い換えるというか、まあ書き直すと、こう書けるんだったよね。
そうね。これ、覚えてます？ X1 たす、あ、ごめん、E1 とか E1 から EN っていうのは、標準規定です。で、標準規定って何だったかっていうと、E1 は1000ですね。次、ここに書きますね。もう覚えてたら別に書かなくていいですけど、E1 っていうのは10超えてたよね。E2 は010で、 EN は0、まあこういうの標準規定というふうに言うんだったよね。で、そういう標準規定を使うと任意のベクトルはその標準規定の線形結合で書けますと。で、その線形結合の係数は、まあ各ここの、ここに入っている成分だよね。まあそりゃそうだよね。これをこっちに戻るでしょ？こっちにやったら。OK。まあ、こういうふうに角度にしよう。で、今作った、書いた X っていうものを F で送ったらどうなるか。っていうのを考えてみます。F っていう線形写像でそこの X を送ると、つまり F の で、これは線形写像って言ってるから、いい？線形写像って言ってるから、足してから送っても、送ってから足しても同じなんだよね。F は。F に関しては。そういう性質を備えている。それは保証されてるわけです。だから、足してから送るんじゃなくて、送ってから足してもいいよ。もうこうしてもいいよね。これ線形写像の性質を使った。正確に言うとそれを何回も使った。 ここだけ切り離して、ここだけ切り離して残り全部書いたもので、その残り全部書いたものの X2 のところだけ切り離してっていうふうに、それをたくさんやった。正確に言えばね。いいよね。 わかるよね。で、さらに、スカラー倍したものを送るのと、送ってからスカラー倍するのは同じだから、ここのスカラー、これスカラーでしょ？ X1 とかっていうのは。だから、これ全部外に出せるわけです。スカラーは外に出していいよっていうのが、線形写像の性質の一個だったね。一つとしてあったよね。で、これ、この F の E1 って何？
ここら辺何かっていうとさ、これベクトルだよね。いい、典型写像っていうのは N 次元のベクトルを M 次元のベクトルに送るものなのでね。M 次元のベクトルに送るものだから、今は E1 とか EN というのはこれ全部 N 次元のベクトルで、それを F で送ってるんだから、このこいつらは全部 M 元のベクトル、まあ M 成分を持つベクトルたちね、うん、M 成分のベクトルたちです、うん。で、ここで、だいぶ前にやった便利な公式ってやつを思い出すと、いつですかね。1回目か。はい。後期の1回目くらい。線形独立、線形従属のとこでやった便利な公式ってやつを使うと、こう、線形結合の、これ線形結合の形じゃん。ベクトルかけるスカラ、ベクトルかけるスカラ、ベクトルかけるスカラってのは全部足されてると。で、そういうものっていうのはこう書けるんだったよね。線形独立、線形従属の話をしたときに、こういう線形結合の形があったら、行列かけるベクトルって形で書けますっていう、まあ、話をしました。ので、そこをちょっとね、忘れてたら、そこを見返してください。だから、これ何かっていうと、これベクトルね。シンプルに、コンパクトに書いてるけど、ここは縦に長い M 元のベクトルなんですね。M 元のベクトルがずらずらずらとあって、そいつらを一個ずつポコポコポコってここに入れると四角になるでしょ。縦長なやつを横に並べたら四角になって、これは行列です。ここの塊。行列。だから行列かける、こういう、まあ、係数ベクトル。まあ、こういうふうに書き直せるんだってね。それで、ここで A として A をこういうふうに定義しましょう。ここを A と定義します。だから縦長の M 個の M 成分のベクトルが N 個並んでるから、これは M かけ N 行列。何が起きたかっていうと、FX は FX は A 倍ので、ここにずらっと並んでるのはこれ X ベクトルじゃない？これそのままでしょ？そのままで、ね、だからこれ X ベクトルって書いちゃうね。はい。
いいかな？これ今、結構面白いことが分かったんですよ。分かりますかね？これは、線形写像でしょ？ね。まあ、何でもいい。線形写像何でもいいんだよ、これ。ね。何らかの線形写像です、これ。F はね。それが、行列をかけるという操作で表現できちゃいましたよってことを言ってますよね。書いておくと、こいつは線形写像ね。F は線形写像。それが行列で書けた。いいかな？なので、最初に言ってた、あらゆる線形写像も実は行列で表現できちゃうよっていうことも証明できるわけです。まあ僕、まあこれ初めて学んだときにちょっとびっくりしたんですけど、そもそも線形写像っていう概念ってすごい抽象的だったじゃん。いい？写像であって、しかもああいう足したものを送ったのが、送ってから足したものであるとか、かっこ1かっこ2っていうのが満たされてればもう線形写像と言っていいよと。で、なんかそれだけ聞くとすごい広い概念である。何でもありなような気がするんだけど、かなり、まあ、広いものが線形写像として扱えるような気がしたんだけど、そういうすごい抽象的な写像であったんだけど、それが実は、すべての線形写像は、行列をかけるという操作で代用できてしまうっていう。だから線形写像、すべての線形写像は行列なんだね。行列で表現できてしまう。うん。だから逆に言うとさ、すごい広い、行列をかけるっていう操作っていう、こう今まですごいネチ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 やってたんだけど、うん、その操作っていうのはかなり広い概念。うん、かなり広い、写像という概念の、まあ、線形写像、まあ、すべてでね、線形写像すべてを表現することができる。まあ、なので重要であるということもできるわけ。はい。ね、まあ一応、今、まあ、そういったせ、ここまで計算したんで、計算というか、線形写像が行列で書けるということを今話したので、一応定理としてまとめておくと、線形写像を F と。これに対して A っていうのは F 倍の E1 F で E1 を送ったもの F で E2 を送ったもの F で EN を送ったもの、まあそういうのは全部ずらっと並べたもの、うん、であって、まあ
で、一応書いておくと、まあ、E1 とか E2 っていうのは、これ標準規定。一応、まあ、今話したのを定義として書いただけです。うん、証明はもう済んでます。上参照。いいかな。うん。まあ、すべての線形写像は行列で表現することができますっていう、そういう、まあ、定理ですね。まあ、いくつか例をちょっとやってみたいんだけど、うん、でさっきあの線形写像を示あの線形写像であることを示した例があるじゃない。これを、ひっくり返す。ひっくり返し写像です。うん、これは線形写像であることはチェックしたじゃん、さっきね。だから、線形写像だからなんか行列で書けるはずなんだよ。ね。これに対応する行列は何でしょうかっていうことをちょっと考えてみます。まあ、これ使えばすごい簡単だよね、うん。行列 A を作ればいいから、F で標準規定を送ってみればいいのよ。ね。だから、F の E1。ってことは F の10でしょ？ね。標準規定を送ってみる。で、これは今ひっくり返し写像だから、01だね。ね。で、F の E2。標準規定の2つ目。これを送ると、これはひっくり返し写像なので、10である。うん。よって、A っていうのは、これとこれを並べればいい。0110と。で、おしまい。簡単でしょ？いや、これやればいいだけよ。これやればいいだけ。で、チェック。一応チェックしようか。はい。A 倍の、A 倍の X1、X2。これをやってみると、こうでしょ？で、X1、X2 で、これ、掛け算、真面目にやれば、X2、X1 になるでしょ？うん。OK。だから、こういう行列をかければ、ね。こういう行列をかければ、X1 と X2 をひっくり返すっていう操作が、代用できちゃう。代用できちゃう。表現できちゃう。うん。そういうことになります。
で、まあもう一個。さっき扱ったやつ。F の X1、X2。これが何だったっけ複雑なやつね。X1 プラス X2。2倍の X2 は2倍の X1。X1 引く。ここね。うん。で、これに対応する行列は何でしょうかっていうことをちょっと考えますね。で、さっきと同様で、これと同じです。標準規定を送ってみればいい。F の E1。で、E1 だから、F の1、0でしょ。これを送ってみる。だから、X1 に1入れますね。で、1足す0だから1だね。で、これ2だ。で、ここ1で、こっち0だから1か。こうだね。標準規定の1個目を送ったらこうと。で、2個目はどうか。これを送ってみますね。で、X1 が0。X が1だから、ここが1と。で、ここ0だね。X1 0だからね。で、X1 が0で、マイナス3、5か。うん。はい。これで標準規定、送れたね。標準規定を送った結果が出た。だから、行列 A は、そいつらを並べて、ほらね。うん。はい。で、一応チェックしようか。A 倍の X1、X2 やってみると、これ11201-3の X1、X2 で、うん、これ計算すると X1 足す X2 と、で、ここは2倍の X1 で、X1 マイナス3倍の X2 と、ってことは OK。はい。ね、戻って、ちゃんとなってるよね。うん。こういう線形写像っていうことはまあチェックしたんだけど、うん。この線形、任意の線形写像はこうやったら行列で書けちゃうっていう定義だよね。うん。なんか、面白いよね。うん。だから線形写像って言った段階では、すごいなんか抽象的で、すごい広い概念のはずだったんだけど、実はそれはもう僕らがすでにもうすごい慣れている慣れているはずの行列の掛け算というもので全て掛けてしまうよっていう、うん、はい、まあそういうお話でした。はい、ということで以上です。